ホルミーがさ、すっごいんだよね、このシリーズ。ロピアタンっていうね、この子ら今はロボットなんだけど、もともとは動物だったんだよね。動物だったんだけど、博士の、パワーにより、こう、ロボットの体を手に入れたっつ。もともとは動物たちのロピアタンロボット。で、このロボットさ、俺ずっと改造したいと思っててさ、これ第1弾のロピアタンなんだけど、こう、腕をさ、まあ、この辺かな？この辺に穴開けてさ、こう、両サイドつけて4本腕にしたいなずっと思ってて、で、腕がね、足りなくて、前回この1段、1個だけ初めてだったから、お試し買いして、レビューしてみたんだけど、すごく良くて気に入ってさ、随時コンプセット探してるんで、チェーンソーが欲しいんだよね。まずはブックレットの紙からちょっと見てみる？設定が面白いよね。絵もすごい可愛かった。前回のさ、やつも絵がすごい可愛かったんで、だなー。おお、今度は、もっともっと友達が欲しいだって。なんかロピアタンが、なんだこれ、製造されてんのかな？ウィーンって、来てるね、ロピアタン。ちょ、読んでみる。長い長い眠りから目覚め、失った記憶を取り戻すため、宇宙船を飛び出したロピアタンでしたが、大きな惑星を探検するうちに、寂しがり屋なロピアタンたちは、もっと友達を増やしたいと考えるようになりました。なんとか博士が残したコンピューターを使って仲間を増やすことに成功したものの、あら大変。気づけば、惑星はロピアタンで溢れかえってしまった。そういうパティン。ロピアタンは新しい仲間と共に宇宙船の修理を手伝ってもらうため、海底の友達に会いに行く。海底の友達に会いに行く？どういうこっちゃ？で、今回の色がね、この黄色。タンポポってやつと、桃と緑と、ルリなんだよね。これ、ブルー良さそうだよね、すげえ。で、それぞれの装備が、バケツと虫眼鏡。タンポポだけ2つついてる。で、ハンマー良さそうだな、今回。で、ジョウロに、リュックサックということで。付属の装備品は前回の方が個人的には良かったかもしれない。チェーンソーすっごい欲しいんだよな。で、組み立て方がありまして、こんな感じで、組み立て。虫眼鏡すごい可愛いな、これ。ガチのレンズにはなってないね。ペイント、透き通ってないガチのレンズにはなってない、この虫眼鏡がついてる。あと、あれだよね、虫眼鏡と、このバケツか。バケツなんかね、ちょうちんあんこのマークがついてるね。ちょうちんあんこの可愛いマークがついてる。これも、あ、もちろん持てるね。ここに突起があるので、手のひらにね、穴開いてね、ロピアタンね、持たせることができますということで。バケツもちょっと可愛いかもしれない。ちょうちんあんこのマークがすごくいいな。で、これが本体だと。これさっきの説明書見て、ジョイントパーツとかね。おお、いや、タンポポいいかもね。マジなんかタンポポ黄色っていうかさ、タンポポカラーだね、これ。タンポポの色に、すごく近いわ。ああ、タンポポカラー。あ、いいじゃん、タンポポカラー。で、ジョイントパーツとかも全部、これを出して組み立てると、続品が、いいね。虫眼鏡とバケツを持ってこの子は何をしに行く？パッと見さ、エレキングみたいに見えない？ちょっとエレキングみたいに見えるからさ、色をさ、こう、エレキングカラーにしたらめちゃめちゃ可愛いかもしれないね、この子ね、タンポポ。てか、そう考えると、エレキングって、タンポポカラーなんだな、あいつ。ほら、後ろ姿がめっちゃエレキングに見えない？ めちゃめちゃ、尻尾、ね、なんか付け足してさ、エレキングカラーにしたらさ、マジエレキングみたいなやつな気がする。 この子いいね、色ね。めちゃ気に入ったわ。この子の腕使えねえな。いや、本当は第1弾コンプセット買ってさ、赤の腕を赤につけようと思って、それから色も塗ろうと思ってるんだよね、あれ。まあ、メタリックレッドをベースに、ちょっと黒い縁取りとかしたりとかしたいなと思ってるんだけど、赤い子を改造しようと思ったんだけれども、怒られるかな？改造したら。でも、改造、自分腕がね、多いキャラが好きだから改造したくなるんだよね。ここに腕つけて4本にして武器、チェーンソー持たせまくりたいなと思うんだけど、どうしようかな。今日なんか、この子は使えねえな。これちょっとエレキングっぽくてすごい気に入ったから、他のやつも組み立てで見て、ピンクの腕犠牲にして使おうかな、ピンク。このピンクの腕を使って4本腕にしようかな。でもさ、こういう、さあ、穴開けの難しいだろうね。まあ、少しずつ穴開けてって、こう差し込んでって形合わせて、削っていけば綺麗に穴開け、腕のね、このジョイント、ボールジョイントのところだからさ、綺麗につけたいなと思ってるんだよな。で、あと腕とかを全部出しまして、でもってジョイントパーツもね、今のうちこう切ってしまいまして、チョキチョキチョキと。で、組み立てて、ジョイントパーツをこう合わせてね、作りましたら腕にこう刺して、で、左腕だから、左腕のこのね、パーツ、これに、
差し込みまして、いやでもピンクもなかなかいいな。どうしよう、やっぱボリューム1だな。やっぱりあの第1弾のコンプリートセット買って赤は赤同士で使うか。あ、ちょ、ピンクもなんか、ピンクはピンクで、すごくいいな。で、ちょ、頭つけちゃうかな。頭はね、ここに、このでかいジョイントパーツをつけまして、で、ここね、この後ろ側に、こう、合わせて、後ろの穴に合わせて、こう、ガチャンってつけると。で、あと、触覚みたいな、このアンテナみたいな、このパーツもね。いや、さっきの子マジ、エレキングみたいで、すげえよかったな。元はね、動物って設定もすごく好きなんだよね。あと、気になったのがさ、さっき紙に書いてあってさ、海底の友達って、海底人かな？海底人に会いに行くってこと？海底人。え、海底人出てくるのかな？で、足はね、この、ジョイントパーツをつけまして、で、これだね、この黒いパーツが後ろに来るようにこう合わせて、俺さ、さっき、一段のやつ間違い気づいたんだけどね、足ね、こう、先が細い方が前だった。一段前回組み立てた赤いやつこうなってて、両方ともね、さっき直したんだよね。やべ、間違ってると思って。で、よかった、気づけて。で、こうね、足が先が細くなってる方を前にして、こうつけて、足も完成ということで。で、残りの右腕と右足もつけて、ピンクいいじゃん！ピンクめっちゃいいわ！ピンクの腕をね、赤につけようかなと思ったんだけど、ピンクはピンクすげえいいね！やっぱ第一弾、コンプリートセット、なんとか探し出してゲットするわ。そして、赤の腕を赤につけよう。これが、ピンクの武器ですよ、今回の付属品ね。ハンマー、ちょっと、ハンマー持たせないとすげえよくね。おー。先が尖ってる方と、ツルハシっていうかね、こう尖ってる方と、このハンマーの方があるから、ハンマーの方をね、前にして、こう持たせたいので、こっちを持たせるかな。こっちの右腕に、おー、すげえ強そう、ピンク。ハンマー、ミョルにいる。ミョルにいる。ハンマー持って、このハンマーもなんか改造してさ、かっこよくしたらいいんじゃねえかな。普通のハンマーじゃなくてね、伝説のハンマーみたいな感じで。で、次が、ブルーもいいね。綺麗だわ、ルリ。ルリ、このブルーいいね。でも、ルリボシカマキリの色とちょっと違う感じ。ルリボシカマキリってもっと薄い色してない？ルリ。あれ、ルリの色してるからルリボシって言うんだよね。すごいこっち濃いけど、いやでもいいわ、青。この青のね、ロピアタンちゃんも組み立てて、造形は全く同じでも、こんだけさ、印象違うんだもんね。色が違うだけでさ、面白いよね。すげえ。いや、青もいいな、どうしよう、どれか。今日のナンバーワン決めらんでいいかもしれん。全部色いいね、それぞれの。でもやっぱちょっとエレキングカラーが、タンポポ、一番グッときたかな。あ、でね、この子青はね、ブルーは、リュックなんだよね。で、リュックにね、サメのマークがついて、めちゃめちゃ可愛くない？バケツはさ、ちょうちんアンコウだったし、このリュックは、サメのマーク。いや、海底の友達って誰なんだろう。ねえ、それ書いてあったもんね。会いに行くっていう。ほら、海底の友達。海底人か？次回、海底人出るんじゃない？めちゃくちゃ欲しくない？海底人。どうなるんだろう。で、この頃さ、ロボットの体になって、あ、これ脱がさないとダメだな。一回。片方だけでいいかな。元のさ、動物の体に戻れる時が来るのかな、この子たち。この子たちはもうロボットの体が楽しんでんのかな。それとも、あ、このリュック、あ、いいね、リュック！バックパックみたいになったね、バックパック。ここに装備、ミサイルとかつけたくなる。いや、もう改造したくなるよね、こういうのってね。お、すごいいい感じ、これがブルーね。ブルーと、付属品のリュックであるということで。で、次、最後のグリーンだ。緑の、この子はね、ちょっと迷彩カラーとかにもしてみたいね。迷彩ロピアタン。迷彩ロピアタンとか良さそうじゃない？で、このロピアタンはね、あ、もうね、ジョーロなんて言われる、ジョーロ。ジョーロマークついてる？なんか。あ、ジョーロついてないね。ジョーロは、何もマークついてないわ。リュックとバケツだけだね、ついてたの、マーク。シャ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 ー。シャ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 ー。毎日さ、こう、植物にさ、こう、上路で水あげてる心優しいロピアタンって感じない。シャ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 ーって、育ったな。花が育ったなって。で、この子らさ、元の動物何か分かったらもっと楽しいのにね。だから特徴的なさ、なんか出てたら、特性が出てたら楽しかったのに。なんもみんな、ほぼ同じだから、ここが違うだけでさ、みんなほぼ同じだからな。元の動物なんか知る方法ないんかな。ね、なんか知る方法あったらすごく知りたいよね。元、こいつはゴリラです、みたいな。あいつはウサギです、みたいな。あいつは、半魚人です、みたいな感じで、なんか、知れたら面白かったのにね。いや、半魚人って動物が、いや、まあ、一応ユーマ、あ、まあ、動物。で、そうそう、次回、そうだ、半魚人で思い出した。海底人が出るらしい、感じがしない？これ、
海底の友達に会いに行くっていう、さっきも言ったけど、楽しいだね、第3弾。今回の第2弾のロピアタンたちはね、この、4体、ああ、そう、4体だね、4体のロピアタンたちを、こう、組み立ててみましたということで、みんなもぜひね、ロピアタンすごい可愛いから、ゲットしてみて。ボディがもうたまらんよ。もうほんとベイマックスみたいなんだよね。でっかいロボット。こいつはでかいよね、多分ね。俺ら人間と比べたらどれぐらいなんだろうね。この人間の、これが人間だとする。この180センチのちょうど俺の身長でこんぐらいあんのかな。めちゃくちゃでけえな、これ。すげえでけえわ。ここまででかくないから、どれぐらいなんだろうね。大きさね。それもなんか気になる。知りたいよね、大きさ。これぐらいなのか、これぐらいなのか。それともちっちゃかったりして、逆にちっちゃかったら面白いよね。いや、でもベイマックスぐらいでかいロボだと勝手に思ってるんだけど。じゃあ、ちょっと全部並べてみる。やっぱめっちゃ可愛いね、こいつら。この子たちすげえ可愛いんだけど。このデブボディ、まん丸デブボディがすげえいいわ、ロボット。で、次第3弾出ればに、できればね、1弾も開封したいんだよね。1弾もさ、できれば、みんなで見たいなと思ってるから、1弾も、1弾ね、ほんと付属品超かっこいいよ。手になんかこう、カパって、はめるチェーンソーって言うのかな。手にこう、かぶせるようなチェーンソーがあるんだよね。何色についてるかちょっと忘れちゃったんだけど、赤がこの鶴橋だ。まあ、鶴橋もかっこよくて気に入ってるけどね。で、コブセット買えば赤がもう一回手に入るから、その赤のね、手を増やそうと思いますということで。いや、改造楽しみだな。あと、色を塗りたいしね。超なんか、ワクワクしてきたね。ロピアタンの改造。腕増やして全部チェーンソーも出せない。チェーンソー単体で売ってねえかな。ちょっと探してみるわ。それでは、また近いね。次のロピアタンの開封レビュー動画でお会いしましょう。すげえ可愛かったな。元の動物何かわかんないけど。あと、このエレキングカラーもすごい気に入った。この子ね、エレキング。マジエレキングみたいじゃない？このカラー。すごいか、いや、エレキングの模様塗りたくなるね。ちょっとそれもやって、尻尾もつけたいしね。尻尾長くして、エレキングカラーにしたら、エレキングロピアタンになって、絶対可愛いよ、これ。電気を操る、電気を司るロピアタンってことにしようから、設定勝手につけるけど、めちゃくちゃ楽しみだな。